では、帝国になりましたので、第2回の計算科学技術特論 B の講義を始めていきたいと思います。今日は、第2回目で、アプリケーションの性能最適化1と題して、また高ヘルス性の、性能最適化ということで、理研の南先生に講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。それでは、私理化学研究所 IX の測定技術チームヘッドの南と申します。ではこの題名で、話をさせていただきます。で、前回もお話ししましたが、これ5回のお話になってまして、今日は2回目、アプリケーションの性能最適化1ということで、高並列性能の最適化ということで、話をさせていただきます。それで今日の内容なんですが、最初にですね、反復法の話を少し、ちょっと基礎的な話でありますが、話をさせていただきます。ちょっとこの話はですね、次回以降にちょっといろいろ並列化とか単体性能を上げるという話の中で、事例として出しますので、その基礎的な話ということで話をさせていただきます。で、2つ目の内容としましては、アプリケーションの性能最適化ということで、具体的などんな形で性能最適化をしていくのかというですね、そういう話と、をちょっと具体的にお話しします。で、3点目はもう簡単な事例ということで、アプリケーションの性能最適化を実際にどういうふうにやるんだという事例をですね、2点目で話したものの事例をナスパラレルベンチマークテストの MG というアプリケーションがあるんですけど、それを事例に話をさせていただくということにします。で、4点目に、そういった作業をしていくと、実際には並列性能のボトルネックがいろいろ分かるわけですけど、それを何点か6点ほどですね出しまして、じゃあ実際にそういうボトルネックがどう見えるのかという話を、するということで、今日はその内容4点ですね、話をさせていただきたいと思います。じゃあそれでは1点目の、まずはその反復法の話からお話をさせていただきます。まず、差分法と連立位置方程式ということで、ちょっと基礎的な話ですが、ちょっとお話をさせていただきます。この左側の図のにあるようにですね、連立位置方程式があるという、それをですね、差分法で解くというような、場合を考えます。で、この1、2、3っていうのが、これはメッシュ点の離散化された点ですね。で、これ二次元の上で離散化されているというふうに考えてください。で、こういった領域で微分方程式を解くというと、一般的にやるとですね、ここに書いてあるのは5点差分法ということになります。例えばその16の、点を求めるのに、周りの4点ですね、10、15、17、22という、点を使って求めるということになります。で、これをまず徐々に書いていきます。じゃあまず1番目 その1に対する差分点の式はですね、こういうふうな1と2と7のこの3つの差分点の式、この式ですね、1番目の式、こういう式になります。で、2は、1と2と3と8、4点ですね、4つの点の式になります。で、ずっとこう計算していくと、こう先ほど言いましたように、例えば16の点であれば、こういう5つの5点の差分の式になるということになります。で、こういう形で書いていきますと、全部これ横6点縦7点ありますので、42点ですね、全部で42点の差分点が存在するので、42元の連立一次方程式ということになります。で、したがって、微分方程式を解くということは、こういう差分化をしてやれば、こういうその42元の連立位置方程式を解くということに帰着することができます。そういう意味で連立位置方程式ですので、行列を A で表して、行列かけるベクトルイコール右辺ベクトル B と、こういうふうな AX イコール B という形に書くことができます。で、今みたいな形に書けますので、じゃあそれを反復法で解くということはどういうことかということを、ちょっと一般的な話をいたします。
まず丸一、先ほどのような連立方程式ですね、 AX イコール B っていうのがあるわけですね。で A をですね、こう I を単位行列として A イコール I マイナス B っていう、こんな形に書きます。でこの A を、この I マイナス B で置き換えてやりますと、こういうふうな式になります。で、これ移動していけば X イコール BX プラス B という丸三の式ですね、こんな式になります。でここで3の満たすベクトルの列 X ですね、これを考えます。 X0 から X123 とどんどんこう考えていくと、それで丸4のようにですね、その M 世代の X から M プラス1世代の X を求めると、こういうふうなですね、丸3を置き換えてこういう形で置き換えるという形に考えます。でこのリミット極限を取るとですね、極限を取って X が収束すれば、このリミットを取る式はこの丸5のような形になるんですけど、これが極限があるとすれば丸6のように X イコール BX プラス B となるわけですね。これはもう丸3と全く同じ式になるということになります。つまり連立一次方程式の丸1、これを解くっていうことは、こういうふうな4を満たすベクトルの列X0、X1、これを見つけるということに帰着できるわけです。これがですね、反復法の基礎的な話です。でじゃあ具体的にじゃあどういう計算をするんですかというのが次 の、 スライドです。まずこの4で、今言いましたように XM プラス1イコール BM、 XM プラス B というふうになります。でこれで、A が正則で、あと対角要素は全てゼロでない複素数であるというふうに仮定します。で特別を解くべき方程式を AX イコール、ここで K にしますけど、丸7というような式になります。でこれ A をですね、丸8のように分解します。でこの D は対角行列です。で E と F は E は対角を除いた下三角行列になります。 F は上三角行列というふうになります。でそのマイナスがついてますから E と F については元の A の成分にマイナスがついたものになってます。でこれを元の式に7に代入してやりますと、こういうふうな Q ですね、DX イコール E プラス FX プラス K と、こんなふうな式になります。でこれをですね、反復法に、先ほどのこの丸4のように反復法にしてやると、XM プラス1、この10の式ですね、こんな式になるわけです。で D は対角行列ですので、逆行列は簡単に求まりますので、この10っていうのが、できるわけですね。でこれが、反復法、簡単に言うとそんな難しくないと思いますけど、これ点ヤコビ法という反復法になります。これをですね、成分で書いてやると、この11のようにですね、こんなふうに書けます。もしくはこれ A の対角成分で割ってやると、この下の段になりますけど、こんなふうに書けます。これが点ヤコビ法の計算方法です。この通り代入して計算してやるとですね、連立方程式の答えがちゃんと求まるということになります。でここでちょっと注意しなきゃいけないのは、この式を見ても分かるように、M プラス1世代のベクトルですね、解を求めるのに M 世代の解をしか使わないという、これが、点ヤコビ法の特徴になります。それで次に、またいろいろ反復法があるんですけど、先ほどと似たような形になります。先ほどの Q をですね、12のように変形します。で D マイナス E イコールで、これに同じようにですね、反復法にすると、M プラス1世代で、この M の世代でこの13のような式になります。でこのやり方をほとんど先と変わらないように見えますけど、ちょっとだいぶ違いがあるんですけど、これをガウス・ザイデル法って言います。点ガウス・ザイデル法って言います。でこれを、式にするとですね、こんなふうに14のような成分で書くと14のような式になります。でここでちょっと見ていただきたいのが、この14の左辺のですね、 I 番目の M プラス1世代の解を求めるのに、1から I マイナス1ですね、
その1から i マイナス1までの m プラス1世代の解を使います。でと i プラス1から n マについては、m 世代の解を使うということで、要するに先ほどは、点ヤコビ法だと全部 m 世代で済んだんですけど、今回は新しいその m プラス1世代の分がここに入ってきているということになります。でこれが点ガウス座標の特徴です。でそれがですね、じゃあ何が、違うんですかというと、こうリカレンスっていうですね、ものの発生、そういうことになります。でこれリカレンスっていうのをちょっとご説明するとですね、こういうふうなこうドゥループがあったとしますね。それで左辺の xi 番目の成分を求めるのに、これ i マイナス1番目のやつを使ってますね。こういうふうに i マイナス1を使って i を計算する、まあ、もしくは i マイナス2を使って i を計算すると、まあ、この同じループの中にですね、こういうふうな参照関係がある、この絵のようになるんですが、これはリカレンスと言います。でこれは一つのループの中で依存関係があるということなので、これがまあ、リカレンス回帰参照とも言いますが、これがあるとですね、一つのループが並列にできない、処理できないということになります。前回の講義でですね、性の依存関係があるということを申し上げたんですけど、こういう関係になっちゃいます。でまさにこのガウス・ザイデル法というのは i 番目を計算するのに、その前のドゥループの中の前の値を使っているんですね。ここでしたがって、これはだからガウス・ザイデル法はリカレンスがあるということになります。先ほどのだから点ヤコビ法はリカレンスはない方法だということですね。で逆に言うと、これリカレンスがあるということは、新しい世代の値をここで使っているので、こっちの方が全然収束が早いということですね。そういうことになります。これがガウス・ザイデル法。それで、こういうふうなですね、ヤコビ法とかガウス・ザイデル法、まあ、さらにちょっとここでは説明しませんが、 SOR 法とかいろいろあるんですけど、これはですね、非常に数学的に美しい証明があって、これはですね、計算順序を変更してもちゃんと収束しますというのが数学的に証明されています。でそういう意味で、先ほどのガウス・ザイデル法というのは、まあ、言いましたようにリカレンスがあるんで、その並列という意味では並列化できない形になっているわけですね。でそこでですね、まあ、オリジナル その計算順序を見るとですね、こういうふうに赤が計算順序、スイープとも言いますが、こういう順番でこう計算していくわけです。それで参照関係というのはこういう形、青で示しています。こういう形ですね。これをですね、そのハイパープレーン法、まあ、ここでは2次元なのでハイパーラインになってますけど、こういうふうな計算順序を変えてやります。1を計算して、2、3、4、5、6、7、9、10で、こういうふうにですね、ラインでこう斜めに計算していくわけですね。そうすると、このライン上ではですね、こう見て分かるように、この17の点の値は18では使わないわけですね。11と12を使うわけですから。そういう意味で、このラインの間は、先ほど言った回帰参照はあるんだけど、ラインの中をドゥーループで構成してやると、これは回帰参照は起こらないという、だから並列化できるということですね。これはハイパープレーン法といいます。だから先ほど言ったように、こう順序を変えても、ちゃんと答えは出るということは証明されていますので、これでもちゃんと答えは出るということです。で次にレッドブラック法というのがあります。これはどうするかというと、1、2、3って1つ飛ばしですね、4、5、6、7、8、9ってこんなふうにですね、計算を進めていくと、で次に一通り下までいくと、今度次に22、23、全部こう22になってます、すみません、ちょっと間違ってます。22、23、24とこんな風にですね、青のやつもその番号をこうやっていくと。それでこの黄色の分と青い分をドゥーループを2つにで構成してやる。これをレッドブラック法と言います。まあ、あとオッドイーブン法とも言いますね。こうしてやると、この絵で見て分かるように、その16番のこのこれちょっとだから番号はちょっと間違ってますね。これこの青のこの中心点を計算するのに、この周りのですね、黄色の5、8、9、11というのを参照するわけですね。そうすると青と黄色の間ではだから同じ黄色の中、同じ青の中では
そのリカレンスがないということになります。まあ、そういう意味でこうしてやればこれもその並列化ができるということになります。まあ、この辺がですね、これ昔あのベクトル前回のベクトル計算機の話も少ししましたけど、ベクトルの時代から使われているそのとにかくその並列に計算できるところを前回お話ししましたけど、なるべく増やすんだと。そうすればちゃんとスパコンのあ、まあ、チップのその並列の計算資源を使って早く計算できるんだと申し上げましたけど、こうすることによってそういうふうなその平行なその計算資源をうまく使うことができるということにもなるわけです。まあ、そういう意味でこれは非常に重要なやり方になります。というのでちょっとこうあんまり分かりやってもあれなんですけど、今度はですね次にその共益購買法という CG 法というそういうふうな計算方法があります。それを少し説明しておきます。で簡単に言うとですね、こういうふうなこれただの変数ですね、2分の 1x 乗マイナス bx というこういう fx という関数があって、これを微分してその極値問題を解くとですね、これ微分すると ax マイナス b イコール0になって、極値問題解けるわけですね。だからこのごめんなさい、丸2を満たすような1の極値問題を解くとこの2を解いてるってことになるわけですね。でこれと同じようなことをですね、多次元のベクトルで考えてあります。だから丸3のようなですね fx イコールこういう式を、極値問題を解くということを考えてあります。これをですね成分で書いてあると丸4のような式になります。これを丸5のように XK というので偏微分をしてやりますと丸5のような式になります。でこれはこの A というのは対称性を持っているという、まあ、仮定をしておきますので、その対称性を仮定してやるとこういうふうに 6のような式になります。でこれはまさにですねベクトル行列で書くと7のような AX イコール B という式になるわけですね。だから結局 AX イコール B という連立方程式を解くのはこの丸3の極値問題を解いてやればいいということになります。これが共益購買法ですね、 CG 法の一つのアイデアです。で具体的にちょっとこの辺はですねもう教科書を見ていただいて、勉強してほしいんですけど、具体的にその先ほどの丸3のような極値問題を解くためのアルゴリズムとしてこんなふうなアルゴリズムがあります。でこれが CG 法のアルゴリズムの基本形です。でこの他にですねいろんなアルゴリズムの派生形としてありますので、その辺はちょっと教科書で勉強してください。で、その先ほどの3式の FX が最小値になるような、まあ、XI の列を求めていくという方法ですね。でこれをやるとですね何がいいかというとですね、 CG 法というのはこの R というですねこの残差ベクトルがですね互いに直交して一時独立であるということが証明できます。ということは残差ベクトルは N 元の連立方程式では、まあ、たかだか N 個しかないということになりますので、まあ、CG 法を使うと必ず N 回たかだか N 回で、反復で収束するというのが証明されるわけです。で、それが非常にいいことですね。でしかもですね実用的に重要なのがその A の固有値がこう密集していればその、収束がものすごく速くなるというそういう性質を持っています。でそれが次に来てですねこういう前処理付き CG 法というのが開発されました。でこれはですね何かというと、この ① のようにもともと解きたい、行列 A に近いですね整地対象行列 M というのを考えてそれをまあこういうふうにコレスキー分解してやるということです。でこの U を使って UX というのを X ハットという、まあ、変数で置き換えて、まあ、AX イコール B を変形すると3、4のようにこうやって変形できます。でこれで置き換えたですねこの U この丸5のですねこの A ハットというですねこの行列の性質を見てみます。でこれは A というのは先ほど仮定したように M というのはこの A に近いの でこれはそのさっき の式を使うと、まあ、こう7のように書くことができると。でこれで、
先ほどのこの A ハットのですね、ところにこの A を代入してやると、このこういうか、あの丸八のような変形が成り立つので、そうするとこれは単位行列に非常に近いものになるということになります。まあ、そういう意味で先ほどのこの A ハットっていうのはこう単位行列に近いで、この A ハットと先ほどの X ハットと、まあ、B ハットを使ったですね、式にしてやると、こういう丸10のような式になるわけですね。でこの今見たようにこの A ハットっていうのは非常に単位行列に性質が近いので、1の周りにこういう位置がこう密集しているということが言えます。そうするとこの式に、この連立方程式は非常に収束が早いだろうということが言えるわけです。でこれが、ま、前処理付き CG 法 の、 肝の部分でして、今言ったようなその A、A ハットですね、について CG 法を解くというアルゴリズムはこんなふうになります。でこれがですね、そのアルゴリズムになります。それで、よくですね使われるのが、その先ほどのこの M っていうですね、その前処理行列に使われるのが不完全コレスキー分解で使われた、作られた前処理の行列を使います。で不完全コレスキー分解っていうのは何かっていうと、まあ、完全コレスキー分解っていうのは直接法で解くわけですけど、直接法で解くと、その最初はそのソナ帯行列だったのが中にどん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 その、行列要素が入ってくるわけですね。でそれをやらないで元の行列のところだけ残すと、そういうふうなものを完全コレスキー分解に対して不完全コレスキー分解と言います。だからその完全コレスキー分解するよりも全然計算量は少ないんですけど、そういったものを使って先ほどの M にしてやるということですね。そうすると、まあ、こんなふうな非常に高速に CG 法が収束するようなアルゴリズムになるということです。で、これ見て分かるように行列ベクトル計算は行列ベクトル積と内積と、あとベクトルスカラー積、あとベクトルの和序算みたいなのでちゃんと構成されます。それでこの前処理のところだけはですね、これは前進代入後退代入っていう、そういう方法で計算することができます。まあ、ちょっとこの辺はですね、またこの辺を使うときにまた後ほど4回目5回目あたりで実例をお見せいたします。まあ、とにかくこういうアルゴリズムでやると非常に CG 法が反復法として早く収束するということです。でここまでですね、ちょっと予習、ちょっと予習ということで、ちょっと長くなりましたけど ご説明しました。ここから、アプリケーションの性能最適化という話を具体的にちょっとしたいと思います。それで前回もちょっと見せたんですけど、また説明もしましたが、とにかくアプリケーションの最適化は何にやるかといったら、理論に忠実な分かりやすいプログラミングされている、コーディングされているプログラム、これをですね、前回お話ししましたけど、現在のスパコンを使うためにはアプリケーションの超並列性を引き出すということ、プロセッサーの単体性能を引き出すということ、こういったことをちゃんとやらなきゃいけないんだよということを、でそのためにプログラムを書き直すんです、ある程度書き直すんですよと、ちょっと、こういったことを高性能、高並列か高性能コーディングにしないといけないんですということをお話ししました。でこれがですね、アプリケーション、もともとのアプリケーションがですね、ちっちゃな1000行ぐらいだったらいいんですけど、もう10万行以上のプログラムっていうのがよくあります。それ我々もよく相手にするんですけど、こんな規模のでかいアプリケーションを対象にしなきゃいけないということです。それで結局ですね、我々はいつもやるのはですね、このアプリケーションの性能最適なステップとして、この5つのステップでやるようにしています。1つは並列特性分析っていうのをやって、そこからそのカーネルをちゃんと、その計算カーネルと通信カーネルとかいうのをちゃんと評価して出していくと。で並列について高並列化と単体性能を向上するっていうことを並行してやって、それぞれやったものをここで実装化して、アプリケーションとして実装化して、実機でもう一回またチューニングして、また少し何かあればまた元に戻るというような感じですね。こういうステップでやってます。でその中でじゃあ具体的に結構今大事なのがですね、この並列特性分析、カーネル評価というところが大事でして、その辺を少しちょっとご説明します。まずですね、
最初にその並列特性分析って何をやるかというとですね、まずやるのがちょっと後で実際の例を出しますが、こんなふうにちょっとプログラムをちゃんと整理します。頭からこうプログラムをこうやって構造を見ていって、どこにループ構造があって、どこに if は書いてないですけど if の制御構造があってとかですね、こんなものをやります。でそれぞれ その物理的に意味のある処理ブロックにこう分けるわけですね。でその処理ブロックごとにそれがどういう物理的な処理内容をやっていて、それの中身をちゃんと見ると、その部分並列になっているのか完全に並列になっているのかとかですね、そういったものをちゃんと見極めていくと。それとあとその演算量が、例えばその体系が N で表せるんだったら、それ N に比例しているのかとかですね、 N の3乗に比例しているのかとか、こういったものをちゃんと分析していきます。で通信の部分についても、隣接通信なのか隣接面に比例しているのかと、まあ、こういったことを、まあ、プログラムを見ながらこう見ていくわけですね。そのあとプログラムを見ながらというのとですね、並行して実行時間を測って、それが並列をこう並列度を上げていったときにどういう挙動を示すのかというのをちゃんと見ていくということが大事です。それでここはちょっと大事なんですけど、その計算ブロックごとにですね、こういうふうなちゃんと実行時間スケーラビリティというのをちゃんと見ましょうというのが非常に大事なことです。で、そういうことをちゃんと分析していくとですね、自分が解きたい問題を解きたい並列度でやるときには、どこがその計算のカーネルになるんだ、通信のカーネルになるんだってことがちゃんと分かっていくと。でこうやってカーネルをちゃんとこう抜き出していくということをやります。でちょっと次これは例なんですけど、よくやるのがですね、サブルーチンとかですね、関数ごとにですね、こういうスケーラリビティを評価することもやられるんですけど、そうするとですね、例えば FFT なんかいろんなところで呼ばれていると。で FFT 呼ばれているけど、あるところではものすごくでかい FFT やるけど、あるところはちっちゃいところでやると。だからそれが一緒くたになってくるわけですね。だからサブルーチンとか関数でやると処理ブロックじゃなくて、もうそれが散らばった評価になっちゃうので全然わかんないんですよね。だからやんなきゃいけないのは、物理的な処理ブロックに対してどんなスケーラビリティを示すかということです。これ実際にやった例なんですけど、こんな風にですね、その処理ブロックによって傾向が全然違うわけですね。でよくやられるのが、その全体だけを見て、その線までいくとなんか全然並列スケーラビリティ上がらないんですけどというような話をよく聞くんですけど、それだともう全然わからないんですね。でとにかくこういうふうにブロックごとにそのちゃんと評価してくださいっていうのが、こういうそのですね、その計算科学をやって評価をしたいという方には絶対にやっていただきたいことであるということで出しております。それで、じゃあ次にですね、じゃあその辺 その並列特性分析、高並列化というところで見たときに、じゃあ何をやらなきゃいけないのかというのをもう少し詳しくご説明いたします。それで前回もちょっとお話ししたんですが、並列化というためには、一つはまあ十分な並列度を得る並列化手法を採用するということを申し上げました。まあ、要するに自分が使いたいスパコンが1万ノードあるんだったら、その1万ノードを使えるような、そういうふうな、そこまで並列化したいんだったら、そういうふうな並列化手法を採用しましょうというのがまず1点目大事だと。あと非並列の部分ですね、その部分を最小化しましょうというお話をしました。あと通信時間が問題なんで、その通信時間を最小化する方法をちゃんと最小化するということを考えてくださいということを申し上げました。あとロードインバランスを出さないとなこと、そういったことを考えてくださいということを申し上げています。でこの4つですね、これをですね、最初の並列特性分析のフェーズ、あと高並列化のステップですね、でそこでちゃんとアプリケーションの高並列を阻害する要因として、こういった何が起こっているのかというのを洗い出すことが非常に重要です。そういったことをちゃんとやろうということです。でそのためにはどうするのかっていうのをちょっとここからご説明いたします。それは何をやるかというと、今言ったその非並列度の評価、あとはですね、この非並列度が残ってるかどうかって、この辺をちゃんとまず評価しましょうということですね。で通信は重要ですよって申し上げたんですけど、これをですね、ちゃんと隣接通信と待機通信、それに分けてちゃんと評価しましょうというのがポイントです。まあ、要するに自分がやりたいところでどんな割合を示すのかと、増大、あと待機通信は
こう公平率になっていけば増税するのは当たり前ですけど、それがどれぐらいになるのかというのを評価しましょうと。あと労働インバランスが超公平率時に、まあ、多少ですね、労働インバランス出るのは あるんですけど、それがその公平率にしていくと悪化するかどうか、そういったのが非常に重要なわけですね。まあ、要するに演算がどうなのかどうかというのを、非並列で残っているかどうかというのを評価すると、あと通信を2つに分けてやる、労働インバランスを見ると、まあ、これらの評価が重要で、これを先ほど言ったようにブロックごとにちゃんと評価しましょうというのが大事ということです。でここでちょっとストロングスケールというのとですね、ウィークスケールという測定のやり方があるので、それをちょっとご説明します。まず1点目はそのストロングスケール測定ということをですね、これはどうするかというと、全体の問題規模を言って、これ問題規模ですね、まあ、こういうふうなものを一定にして、ここで言うと 4×4×10 というのが全体の問題規模なんですけど、それを一定して、今度は2ノードでは1ノードあたりの問題規模は2つに割って 4×4×5 になるわけですね。で次にこう10ノード分割ではさらにこう小さく割って、1ノードあたりの問題は 2×2×2 になります。こういうやり方、こういう評価の仕方で測定するのがストロングスケールの測定ということになります。でこれはですね、問題をこう 1種類使ってですね、実行するときに2並列で流す、10並列で流すって指定すればいいので、まあ、これちょっと測定は楽なんですけど、並列時の挙動がですね、ちょっと見えにくい場合があります。でもう一つがウィークスケーリング測定というやり方があります。これはごめんなさい、1プロセッサーあたり、まあ、1ノードですね、あたりの問題規模を一定にして、それをどんどん、つなげていってノード数を増やしていくという測定のやり方です。まあ、ここでは 4×4×5 か、 4×4×5 の問題を1ノードに設定して、2ノードではそれを2つつなげたような体系で計算して、 4×4×10 の問題規模を計算すると、10ノードでは、まあ、例えばここで例では 8×4×25 になりますけど、こんなふうな問題規模を計算するということにすると。これはですね、問題規模をですね、こう何種類か作らなきゃいけなくて、ちょっとその測定は少し面倒くさいんですけど、ただし並列時の挙動は見えやすいと。ちょっとそれは後ほど後で説明いたします。まあ、こんなふうな2つの測定の仕方があります。で今言ったようなその2つの測定の仕方を使って、先ほど言ったこういう評価をするために、そのためにどうするかっていうのをちょっと説明いたします。一つはですね、まずターゲット問題をこう決めると。自分が例えばその何万原子の問題を解きたいんだと、まあ、そういうようなターゲット問題を決めると。そうするときにですね、1ノードの問題規模が、まあ、ターゲット問題になるようにですね、例えば、まあ、例えば100万メッシュの問題を解きたいんだったら、それを、100ノードで解くんだったら、まあ、1つあたりは1ノード1万メッシュぐらいのですね、そういう規模になるまでに、まあ、この辺をストロングスケーリングで、まあ、測定していくと。まあ、それは簡単だからそう言っているだけであって、まあ、それを別にウィークスケールでこうやってもいいんですけど、まあ、簡単だから、まあ、ストロングスケールで、まあ、100並列ぐらいだったらストロングスケールでやってもいいかなというので、そうやると。でそこまでいって、やったら、今度はそれ以降はウィークスケールでこう測っていくというふうにやると、問題がよりよく問題点が分かりやすいということです。それをちょっと具体的に説明します。なんでウィークスケーリングでやると分かりやすいかというとですね、こうどん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 その並列を増やしていったときに、先ほど の非並列があるかどうかっていうのは、それをちゃんと見ましょうというお話をしたんですけど、非並列がないとですね、非並列がないとウィークスケーリングで測ると演算時間は一定になるわけですね。こんなふうに一定になります。そうするとだからウィークスケールで測っていって演算時間が一定だったら、それはもう非並列はないなというふうに見ていいわけです。でこれがどんどんですね、ぐわっとこう大きくなるような、こう演算時間が大きくなるようなパターンになると、それはその中に非並列が
含まれてるんじゃないかということが言えます。そういったことが分かるということです。分かりやすいということですね。それで隣接の通信時間もですね、ウィークスケールで測ると隣接通信なので隣接通信の量が変わらないので、そこはもう大体一定になるはずなんですね。でそれがこうだバーッとこう増えるようになると、それは隣接でやってると自分は思ってるんだけど、コーディングが隣接になってないとかですね、なんか問題があると、そういうことが分かりやすいです。だからウィークスケールでやってみましょうと。で帯域通信はですね、これはまあの並列を増やせばどんどん増えます。だけどそれがですね、実際にどれぐらい増えるかっていうのをちゃんと見積もって評価してやろうということです。まあ、今言ったこの演算時間は非並列部の評価のためにやると。で通信時間の評価をちゃんとやりましょうということです。でこれをですね、先ほども何回も言いますようにブロックごとにちゃんとやってくださいねということです。このブロックごとにやるっていうのは非常に重要な話になってきます。でただですね、ちょっとウィークスケールでやった方がいいということを申し上げたんですけど、ウィークスケーリングでなかなかできない問題もあるんですね。ちょっと やりづらい問題があると。その演算時間がその N の3乗とか N の何乗に比例するようなやつだとなかなかやりにくい部分もあります。だからそういう時ではですね、これちょっとやった例なんですけど、こういうふうな ABCD っていうブロックにちゃんと分けて、この丸がついているのがですね、これはモデルです。要するに、ストロングスケーリングでやった時にどれだけ演算時間が短くなるかっていうのをモデル化して、こうやって自分で手計算でこうプロットしてるわけですね。それに沿って実際測定すると、このピンクの線がそうなんですけど、どうなってるのっていうのをちゃんと測定すると、ここまでやればウィークスケールじゃなくてもストロングスケールでやってもちゃんと分かるんですけど、なかなかこれやるの面倒くさいつか難しいですよね。まあ、そういう意味でウィークスケールでやった方が分かりやすいですよということを言ってます。ただまあこうやってやればちゃんとこうプロットに載ってますので、これなんかもぴったり載ってます。まあ、これちょっとね実際に測定した方が早くなってるんですけど、まあ、ちょっとこういうこともありますが、まあ、こんな風にとにかくブロックごとに分けてちゃんとそのストロングでやるんだったらそのモデル式を作ってちゃんと評価しましょうというのが例です。で先ほど100並列ぐらいまではそのストロングスケーリングでやってもいいですよっていうふうに言ったんですけど、100並列ぐらいまではですね、まあ、ちょっとモデル式を作るのがなかなか難しいんで、100ぐらいまではですね、ストロングスケーリングでまあ、ちょっとモデル式まで作らなくてもですね、それでもうスケールしてなきゃもう全然あとはダメなので、まあ、100ぐらいまではまあストロングスケーリングでまあ適当にやっても構いませんよという意味で言ったわけですね。でただし1万とかその何万並列を目指すんだったら、それはちゃんとこういうふうにスケール、ストロングスケーリングでモデル式を使ってやるか、ウィークスケールで測るということをちゃんとやらないと、そこまでの並列とは到達できませんよと、そういう意味で先ほどの話をしました。それで、今その並列特性分析と高並列化についてちょっと具体的にどうするかというのをちょっとお話ししたんですけど、じゃあ次にこの 3.2 のところですね、単体性能の向上策決定、これをどうするかというのをちょっとお話しします。我々がよくやるのはですね、単体性能をやるときには計算カーネルを切り出すということをやります。まあ、具体的に言うとどういうことかというと、この書いてあるように計算カーネルを切り出して独立なテストプログラムとして出すということなんです。具体的に言うとこんなふうにですね、もともとのプログラムがあったら、ここでドゥーループがありますね。このドゥーループのところをカーネルとして切り出したいんであれば、ここはXY っていうのが参照されて A と B っていうのがなんか定義されているって、まあ、そんなふうな、サブルーチの例なんですけど、これを切り出すんであれば、ここで、プログラムとして参照する XY っていうのを一度ここでダンプします。でそのダンプしたやつをここでカーネルの頭でリードして、ここでカーネルで計算してライトした定義した A と B っていうのを、ここで書き出させて、こちらで書き出させたものとこう比較して答えがちゃんと合うか評価すると、まあ、こんなふうなイメージですね。こんな形で、カーネルっていうのをこう切り出すっていうのが我々はよくやります。でプログラムを全体で動かすとですね、ものすごくちょっと動かすのも大変になるし、
並列化されてるんだったらもう必ず並列でなんか動かせないとかですね、そういういろんな問題があるので、こうやってやると単体のちっちゃなプログラムとしてワンプロセッサーで動かせるような形にできるわけですね。でこうやって、切り出したやつに対して、まあ、いろんなテスト環境を作ってですね、配列をちょっと融合したりとか、配列のループを入れ替えるとかですね、まあ、いろんなことをやるわけですね。そんなことをいろいろ試せるわけですよ、ちっちゃくすると。でそれで、どうすれば単体性能が上がるかっていうのをいろいろこれで試すということを我々はよくやってます。それでいろんなやり方を決め試行してやってみたら、その中で、まあ、例えばその配列をこういじったらですね、プログラム全体にその、作業がその及ぶようなものもあるわけですね。だからその全体のプログラムとしてかかる作業量と、まあ、得られる効果を、まあ、いろいろ検討してですね、それでじゃあ実際にこういう単体向上性能を上げるための策を、じゃあこれを採用しようとか、そういう決定をして、全体 のプログラムに対してそういう作業をやっていくということになるわけです。まあ、一応我々としてはいつもこんな形でやると、まあ、そういうことをやると割と簡単に、まあ、こういう手間はかかるんですけど、急がば回れてこういうことをやった方が最終的にはいい、ちゃんとした性能が得られるということになる場合が多いです。それでまあそういったことをやるんで、まあ、一応実際に単体性能の向上を何やるかっていうのの、まあ、概略なんですけど、この辺はですね、次回とあと最後の実例でみっちりお話しますが、まあ、例えば K のプロセッサーであれば、こういうふうなシム動だとかですね、浮動小数点レジスターがその256個に拡張されているとか、あとセクターキャッシュというのがあります。あとそのビスインパクトというそういうそのスレッド並列を高速にやる機能なんかありますので、こういったものを十分使えるように、コンパイラーとかアプリケーションでこういう機能を十分使えるように、まあいろいろプログラムをいじってやるということをやるということですね。でまあ基本的にはですね、こんなのはそのコンパイラーがやればいいんですけど、なかなかコンパイラーがですね、全部その分かってやってくれるというのはなかなか難しくてですね、まあ、いかにコンパイラーがちゃんと分かりやすくなるかとか、あとディレクティブを入れるとかですね、あとそういったことをちょっとプログラムをいろいろ書き換えします。この辺はちょっと以降 の講義でみっちりお話ししますので、まあ、こんな風なハードウェアとかの機能をちゃんと使うんだよということをちょっと覚えておいていただければいいかと思います。それでまあ最後のところは、まあ高性能化策の実装ですね。まあ今までのところでもほとんど大事な話はしたんですけど、4点目の実装はこれはもう完全にですね、プログラムのプログラミングという設計プログラミングデバッグ作業ですね、そこになるので、これはもうやっぱりプロフェッショナルがやるような仕事になりますので、これはもうみっちり慎重にやるということですね。もうこれこの辺はちょっともうあんまり詳しくはご説明できません。とにかく設計プログラミングデバッグ作業っていうのをみっちり慎重にやってくださいということですね。あとは最終的にここまでやったものをもう一度実機上で測定して、問題点をまたないかをちょっと先ほど言ったような公平率の評価をもう一回やったりとかですね、単体性能ちゃんと狙った通り出てるかとかですね、そういったことをちゃんと考えてやって問題点を洗い出して、もう一回何か問題点がまた見つかればまた元に戻ってぐるぐる回してやっていくということをちゃんとやりましょうということです。まあ、ざっと言うとですね、今公平率単体性能という視点で見ると今のようなことをやるんだよということです。それでここからですね、ちょっと簡単な実例でですね、今言ったようなことをですね、じゃあ実際どうやってやったんですか、やるんですかというのを少し説明いたします。それでちょっとKスコープというツールがありまして、これ我々のところで開発したですね、プログラム構造をですね、俯瞰的に見て理解を助けるツールがあります。で今言ったようなですね、何万行のアプリケーションを我々も対象にしているので、これをですね、その人のプログラムを見るということをしなきゃいけないんですね。そのためにものすごい労力を使わなきゃいけない、まあ、そのためのツールで、まあ、具体的に言うとですね、これ先ほどの手順なんですけど、プログラムの構造を見るのに、ね、昔はこんな風な絵を描くわけですね。どんな関数がこう呼ばれてて、どこにドゥーループがあってですね、
これを手で書いてたわけです。私も十分昔自分で手で書いてました。そうするとでもやってられないということですね。まあ、こういうふうなプログラムの構造を見れるようなツール、まあ、いろんな付加機能もあるんですけど、そういったものを作ってます。でフォートラン90およびフォートラン77が対象で、昔はですねフォートラン77はこんなツールがいろいろあったんですけど、90になってからだいぶなくなってしまいましてですね、それで我々の方で作ったということです。まあ、プロシジャーの呼び出しとかループとか分岐、まあ、そういったプログラムの構造をですね、まあ、プログラムの頭からざっとこう見ることができるようなツールになっています。あと今はその K のプロファイルデータに対応して、その実行時 そのデータですね、それと対応させてみる機能も今一応つけています。まあ、プログラム構造解析支援ツールというものです。でこれを使ってちょっと やりましたのでご紹介します。でその前にですね、またこの対象としたのがですね、NAS パラレルベンチマークテストの MG っていうアプリケーションがあります。これはNAS パラレルベンチマークのテストの中に入っているマルチグリッド法を使ったですね、連立方程式を解くベンチマークテストです。先ほど連立方程式 CG 法までご説明しましたけど、その中またいろいろですねありましてですね、このマルチグリッド法っていうのがあります。何かというとざっと説明しますとですね、このファイングリッドという細かいグリッドからそのだんだんその構造グリッドという粗いグリッドにですね、こう どんどん計算をこうやっていくわけですね。で最終的に一番粗いグリッドでざっと連立方程式を解いて、さらにそれをまた細かいグリッドの方にこう、計算していくというような、こんなふうなですね、これは V サイクルマルチグリッドというんですけど、こういうふうなダブルサイクルみたいなのもありますけど、こういうマルチグリッド法というのがあります。まあ、特徴としてはですね、ちょっと後ほど、まあ、次回以降で話しますけど、先ほどの CG 法というのはですね、並列度を増やしていくと収束性が悪くなっちゃうんですけど、これはですね、マルチグリッド法というのは並列を増やしても収束性が悪くならないという、まあ、いい方法なんですね。そういったので今は、まあ、盛んに使われているような方法です。でこういうアプリケーションがあります。で具体的に何やるかというとですね、簡単に言うとですね、この AU イコール F というのを解く場合にですね、最初に制限補完ということで、その R という制限補完行列というのがあります。これは K から K プラス1の方に、K プラス1から K の方に、こういうその右辺ベクトルですね、まず右辺ベクトルをグリッドを粗くして、補完していくというようなことをやります。でまたこれどん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 こう その K についてまた補完して、制限補完制限補完ってやっていくわけですね。で最後にこのコースグリッドまで行ったら、こういう1のところまで来たら AU イコール F っていうのをこれをざっと近似解を周回します。で今度近似解をここで求めたら、今度ですね延長補完というのがあります。この U というのをこれ近似解求まったんで、これを、ファインなグリッドの方にこう補完していくと。でこの、元の行列にかけて残差をこう計算して、それでさらに近似解を計算する。でまた次のグリッドで同じことを延長補完やって残差計算して近似解を記録する。まあ、こんなふうなことをやっているアプリケーションです。でこれを例にしてどんなことをやるんですかというのをちょっとご説明いたします。でまずやったのはですね、アプリケーション構造の調査というのをやります。これがですね、先ほどのKスコープで見たですね、プログラム の構造がこう見えてます。で我々がやるときに3つもそうなので、これでそのマルチグリッドのアプリケーションがざーっとこう見ることができます。で見るとですね、まず1つはこう見るとそのタイマースタートとか、ここにタイマーストップとかあるわけですね。ああそのベンチマークなんで、この 中にまあメインの処理が入ってるんだろうなっていうのを大体この我々としては当たりをつけます。でその中身見るとですね、こう開くとドゥーループがあって、ここになんか繰り返しループがあります。そういったところを見ていきます。でこの中にじゃあ処理がメインの処理が入ってるんじゃないかというのを当たりをつけると。でそうするとその中見るとですね、コール MG3P なんていうのがあって、マルチグリッドだからなんか 3次元のマルチグリッドみたいな名前があるんで、まあ、そういったのをちょっと注目してみます。でこれをサブルーティン実際に開くとですね、ドゥーループが2つあって、ここにマイナス1ですね、マイナス方向のループがあるわけですね。あ先ほどの V グリッドっていうのがありますので、あれはファインから
構図の方にこう落ちていくわけですけど、この辺がマイナス方向のループダウンのサイクルじゃないかなっていう予測がなんかできます。で次にここを見るとですね、こうアップサイクルがあるわけですね。プラス方向のループがあるんで、あ、じゃあこの辺がアップサイクルかなみたいな、そういう予測を立てます。で中身見るとですね、ここにあの RPRJ3 みたいなサブルチがあります。そうするとこのさっきダウンサイクルの中でやってたのは制限保管をやってたんで、これが制限保管やってるのかなっていうのは、まあ予想がつくと。まあ、それでこのアップサイクル見ると中に3つサブルチがあって、インターピーとか、レジットっていうのがあって、あと PS インブとかにあると、なんかレジットっていうのはなんか残差レジディアルなんで残差計算かなとかですね。でインターピーもなんかインタープレーションの中でその延長保管かなとかですね、PS インブもインバージョン計算してるんで近次回9回かなとか、まあ、こんな風なですね、プログラムを見ながらその名前とかその中身をこう調査していくとですね、まあ、大体なんか見当がつくわけです。でこれをじゃあざっと見当がついたので、まあ、これでちょっと調べてみるかということで、じゃあそのまず RPRJ3 という制限保管のサブルチンをちょっと見てみると、でこれも中身をこう、見てみるとですね、ループがこうサブルチンの中にこう開いてみると30ループになってて、 M1J と M2J と M3J の30ループになっているということが分かります。で、まあ、ちょっと細かい話はしませんが、中身を見るとですね、こんな風に、まあ、これはちょっとプログラム見ないと分からないんですけど、配列をこう長い配列からその1段ですね、こう小さい配列にこう保管するような計算をしているというのはプログラム見ると分かります。でこれ見ると、あ、だいたいその制限保管という先ほど のファイングリッドから構図グリッドに移す保管をやっているんだなというのが、もうだいたいそのプログラム見れば分かります。だからこれは、まあ、制限保管をやっているということが分かるわけです。それで、その先ほどそのループのですね、計算量に関係するその30ループ M1J、M2J、M3J という変数だったんですけど、これの対応関係を見てみると、M1、M2、M3 というこういうですね、3つの配列で、変数が渡ってきているというのが分かります。でこれでですね、まあ、そこまで、まあ、調べがつくわけですね。でこういったことを他のさっきのインターピーとかレジットとか PS インブにこうちゃんと調べてやるとですね、大体もうここでは説明しませんが、まあ、インターピーは延長保管をやってて、レジットは残差計算をやってて、 PS インブは近次回9回をやるというのが大体こういうのでその見ていくと確認できます。まあ、そういったこと作業をするということですね。で次に今度それぞれのですね、 PS インブっていうののループ構造を見てみると、 N1、N2、N3 の30ループになっているということが分かります。でまあ、ここで図で見ると分かるようにそんな感じになっているわけですね。で N1、N2、N3 っていうのをこう対応を見てみると、先ほどと同じですね、 M1、M2、M3 っていうこういうですね、配列と対応しているということが分かります。で同じようにレジットもループ構造を見てみると、同じ N1、N2、N3 のループ構造になっていると。でこれも同じように、対応を見てみると、 M1、M2、M3 っていうこういうふうな配列で、定義されていることが分かります。で同様にインターピーを見てみると、今度は MM1、MM2、MM3 というですね、こういうループの30構造になっているというのが、まあ、分かります。でこれも、またその対応、その引数の対応を見てみると、この中で使われている変数は違うんですけど、やっぱり渡してきている、実引数はやっぱり M1、M2、M3 というのが使われているということで、先ほど言ったその主要な4サブルーチンですね、4つのプログラムは処理量は全部この渡されてきている M1、M2、M3 の大きさに依存してて、るということがこれで分かりました。そうするとじゃあその M1、M2、M3 はちゃんとその並列化されて分割されているのかどうかというのがこう調べなきゃいけないことになるわけです。でそこでまあ、これもちょっとケースコープの機能なんですけど、このじゃあ実引数呼ばれているところで MH っていうのを選択して右クリックしてやると、その変数がですね、どんどんどういう定義になっているかっていうトレースをできたりとかですね、どこで宣言されているか、どこで定義されているか、どこで参照されているかっていう、そういう調査をこう見ることができます。
で、まあ、いくつかの機能があるんですけど、これはここではその M1 っていうのを選んで、その宣言定義参照の状況を見ます。そうするとですね、こういう感じに出てきて、その定義のところをじゃあどこで定義されているかっていうのを見たいので、こうやって開いてやると、これはサブルーチンセットアップで定義されてて、M1K は MI という配列からこう代入されているんだということが分かります。で、この、この行のところをクリックしてやると、セットアップのその該当部にこうジャンプしていきます。で、あ、じゃあやっぱりその M1 っていうのは MI っていうところから、定義されているなっていうのが分かります。で、今度これをですね、もうここはもうあとプログラム読むしかなくてですね、このセットアップっていうところでやってるというのが分かったので、セットアップに飛んでいって、まあ、いろいろごちゃごちゃ書いてあるんですけど、こういうところでちゃんと見てやるとですね、MI っていうのはちゃんとそのメッシュ、各方向の XYZ3 次元の問題ですので、メッシュ数を各方向の分割数、並列の分割数ですね、で割って、まあ、袖をつけたような形で定義されているというのがちゃんと分かると。そうするとセットアップ内の配列 MI を調べると、ちゃんとこれは、そのきちんと、プロセッサーでプロセス並列されているというのが分かると、まあ、こんなふうな形で調べていきます。で、ここまでそのプログラムの、調査が進んだら、今度は、実際にじゃあスケーラビリティを調査してやるということになります。で、これはあの、富士通の、プロファイラーという機能があるんですけど、それを調べているんですけど、この4ちょっと今回は4プロセスと32プロセスしかやってませんけど、ウィークスケーリングで測定しています。で、4プロセスで測定すると、こういうふうに全体で17秒、それでさっきの4つのサブルーチンは 8.5、1.5、4.2、1.4 秒ということが、こう分かります。実行されているというのが。で、じゃあ4プロセスのロードインバランスはどうかというと、ピーク性能比は 2% 出てて、4つとも4プロセスとも同じぐらいのピーク性能比で、実行時間もエラプスタイムもほとんど、まあ、同じような値になっているということで、まあ、プロセス間のロードインバランスはそんなに悪くないと、ピーク比は 2% だということが分かります。これを32並列でもう1回、そのウィークスケールで取っているデータと見てみると、全体としては、まあ、39秒40秒ぐらいになっていると。それで、主要なサブルチンは20秒、3.8 秒、10秒、3.4 秒ということになっているということになります。で、プロセスのロードインバランスは、見てみると、やはり 2% ぐらいのピーク比で、これ078のプロセスしか見てませんけど、書いてませんけど、これ全部こう32見ますけど、まあ、ほとんどエラプスタイムも、ブレはないし、ピーク性能比もブレはないということで、プロセス間のロードインバランスは発生していないということが分かります。で、エラプスタイムは全体で40秒で、これで先ほど言ったようにですね、これ4と30に比べると、ウィークスケジュールであったら実行時間は変わらないはずですね。なのになんか増えちゃってるということが分かるわけです。で、実はですね、これ調べたら、まあ、4プロセス32プロセスで全体で17秒から40秒で約 2.5 倍の増大になっていると。それで実際にですね、これ、これらの主要なサブルーチンですね、これも全部ですね、だいたい 2.5 倍になっちゃってるんですね。それで主要4サブルーチンも同様の傾向になっていると。まあ、だけどピーク性能比は 2% で、まあ、両方とも同じ変わってないと。普通1プロセスの演算量が同じだったら実行時間が伸びればピーク性能比は落ちるんだけど、それが変わってないと。で、おかしいなってで調べるとですね、実はウィークスケール測定だったんだけど、その実際にその入力データを見てみると、32プロセスでは全体のイタレーションですね、これ無理やり何回その実行させるっていうのが入力データで書くようになってるんですけど、それが、4プロセスでは20秒に対し20回に対して50回が設定されてたということが判明しました。ということで、2.5 倍 の繰り返し回数が設定されたということです。ということで、実際に、スケーラビリティを見てみると、あれはスケーラビリティとしては 2.5 分の1に同じ条件であればそうなるので、まあ、良好であるということが分かりました。で、またロードインバランスも良好、まあ、そういう意味で言うと、まあ、並列化の観点では問題ないというのが分かったということです。ちょっとこの結論はいまいちつまんないですけど、実はですね、まあ、
ウィークスケールでやれば実際には同じ時間になるはずだけどなというところからやっぱりそういうことも分かってくるわけですね。まあそれでちょっとこんなことをやる。で先ほどの実際の例として先ほどそのこういうふうなですね、あの処理ブロックごとに実行時間とかスケーラビリティ、物理的な処理内容、あの演算通信特性、あの演算通信の見積もりで変われるかどうかをちゃんとチェックしましょうということを言ったんですけど、チェックした結果はやっぱりこうなるわけです。物理的な処理内容は RPRJ3 が制限保管をやっていると、でインターピーは延長保管をやっている、リジットは残差計算をやっている、 PS インブは簡易休暇をやっていると、それで実行時間とスケーラビティは最終的にはちゃんと良好であるということが分かったと。それで先ほどあの配列の大きさをちゃんと完全並列できているかどうかというのを調べたわけですけど、ちゃんと4つとも完全並列になっているということが調べられたと。それで演算量はあの先ほどのメッシュ数ですね、メッシュ数の、まあ、にちゃんとに比例しているということが分かったと、まあ、こんなふうなことをですね、あのちょっと簡単であるんです、ありますが、今回その MG というのは、まあ、そんなに複雑なプログラムではないんですけど、まあ、こんなことをやると。でこういったことを、まあ、複雑な10万行ぐらいのプログラムについても、まあ、地道にやっていくんだよということですね。でこれは皆さんのが使われるアプリケーションについてもこういったことをちゃんと調べてやっていただきたいと。そうするとどの部分がその並列化として問題があるのかと。さっきそれであのピーク性能比 2% って言ったんですけど、あれ全然低いんですね。そういう意味で言うとそのちゃんと単体性能のチューニングもまだ余地があるのかないのかとかですね、そういったこともちゃんと調べることができるということです。でこれがあの実際にウィークスケールをやった結果なんですけど、まあ、この辺の、やっぱりブロックごとにですね、ブロックごとにやってて、その黄色っていうのが実行時間で、これ昔 T 付けを使ってやってるんですけど、ウィークスケールで実行時間はこう並列数を増やしてもほぼ一定だけど、やっぱりであとこの薄い青が隣接通信ですけど、ちょっと凸凹あるんですけど、まあ、その辺はあまり変わってないと。それで、こういう濃い青い線が待機通信なんですけど、待機通信は少しずつ増えていると。まあ、これはちゃんと並列化したある程度やった後のデータなんですけど、こういうふうな演算と待機通信、あと隣接通信を分けて測ればちゃんとした傾向が見えて問題点がはっきりするということですね。ピンクの線はこれ全体の時間なんですけど、これ見ても分からないですよね、いいのか悪いのか。まあ、こういった評価をちゃんとやりましょうということです。であとこれも例なんですけど、横軸がプロセス番号で、これ1000プロセスとこっちは8000プロセスでやった例です。でこれはちょっと演算のところがですね、この部分なんですけど、それがいくつか その演算の種別でこう積み上げグラフになってるんですけど、これ見ると全然増えてないわけですね。でロードインバランスもいいということで、演算的には問題ないということになるわけです。でこれ待機通信のところはだけがかなり増えているということで、まあ、この辺が、まあ、ネックになるなということが分かるわけですね。隣接通信も増えてないということです。まあ、こんなふうなチェックをしてやりましょうということになります。あと並列性能上のボトルネックということで、ちょっとご説明します。まあ、今言ったようなですね、ちゃんとブロックごとにちゃんとその高並列の評価をちゃんとやってあげましょうということを今言ったような方法に従ってですね、やってやると、まあ、処理ブロックごとに並列性能上の問題があるというのが発見されると思います。で大体分析すると我々の経験上ですね、この6つぐらいに起こるだろうということで分類しています。まずは1点目がアプリケーションとハードウェアの並列度のミスマッチ、まあ、要するにアプリケーションの並列度が不足しててハードウェアの並列を使い切れないということですね。あと非並列部が残っているという部分、あと待機通信で、まあ、大きな通信サイズとか通信回数が発生しているというのが3つ目、あとフルノードの待機通信が起こっているというのが4つ目、あと5つ目が隣接通信で大きな通信サイズ通信回数の発生が起こっているということ、あとロードインバランスが発生しているということ、まあ、この辺をですね、ちょっと例をどんなふうに見えるかというのを例をちょっと1つずつ説明したいと思います。まず1つはアプリケーションとハードウェアのミスマッチの部分なんですけど、
例えばその波数展開を使う第一原理計算みたいな問題を考えます。そうすると、まあ、あの電子のエネルギーバンド並列のみ実装されている、まあ、そんなふうな、波数展開を使う第一原理計算があったとします。だいたいその原子1個に対して、まあ、最外殻電子2個が、まあ、あると考えると、だいたいエネルギーバンド数というのは、まあ、おおよそですね、原子数かける2ぐらいになります。例えば N が原子数が1万だったらエネルギーバンドの数はまあ大体2万程度になる、ことになります。でそうするとこれ2万エネルギーバンド並列なので2万だとですね、最大とにかく2万までしか並列できないわけですね。でそれはもう理論的に考えて2万なんだけど、でも実際はですね、 2万まで並列で割っちゃうと通信が増大したりとかですね、計算の流動が小さすぎて全然性能出なくなっちゃうので、実際は数百程度が限界になります。そういう意味で、そのエネルギーバンドのみの並列ってなっちゃうと、こんなふうなその数百から千ぐらいでも限界になるっていうのは見えちゃうわけですね。そういう意味で言うと、こういうその 1万ぐらいのとか8万とかノード数のある系で全部でやろうとすると、とてもじゃないけどそのハードウェアの並列度は使い切れないということになるわけです。まあ、そうすると、まあ、ちょっとこの辺は次回以降にご説明しますけど、まあ、その並列の軸を拡大するとかですね、そういったことをやらないといけないなということが分かります。まあ、その実例はまた4回目ぐらいでちょっとお示しするということになります。まあ、こんなことが起こるということです。あと非並列部の残存ということの事例ですね。これも第一原理アプリケーションの、処理ブロックとしては、まあ、ちょっと見慣れないかもしれませんが、ノンローカルコの計算の処理ブロックというのが例です。でこれはですね、先ほど言いましたように、もう低並列128ぐらいまででやってるんで、もうあまり細かいこと見ないでですね、まあ、ストロングスケーリングでこうやった結果なんですけど、もう全然これですね、128で全然もうスケールしてないわけですね。64から128になっても全然もう性能ほとんど上がらないということになってます。こんなのが観測されます。これ何かというと、ちょっとこれも前回少しお見せしましたけど、こういう非並列部が残ってるからです。で具体的に言うとですね、第一原理計算のアプリケーションで、まあ、エネルギーバンド並列だけやってるような場合だと、例えばそのループ構造が、外側に原子数のループがあって、まあ、いろいろそのプログラムの構造がこうあって、一番下のですね、こういうところでエネルギーバンドの並列がやられているわけですね。この赤いところがエネルギーバンドの並列されている。でこういうふうになっているとですね、でこの青いところは全然並列化されていないわけですよね。でこういうところがもう完全に非並列の計算として残っちゃうわけですね。そういう意味で第一原理のアプリケーションなんか結構こういうの多いんですけど、まあこういうその非並列が残っているとこんなふうなですね、もう128でもう全然スケールしないみたいな、まあ、こんなふうなですね、ことが起こるわけです。まあ、こういったものが観測されるということです。それとあと帯域通信における大きな通信サイズのとか通信回数の問題なんですけど、まあ、通信についてはレイテンシーが問題になる場合と通信のバンド幅自体が問題になる場合があります。で例えばですね、こういうのもあったんですけど、各ノードでベクトルデータを送話してスカラー値を求めて、そのスカラー値をノード間でこう送話オールデュースすればいいような問題があるんですけど、そんな時にですね、全ノードで巨大なベクトルデータをオールデュースしたりとかですね、こういうことをやっている場合があるわけですね。そうするともうやる必要がない、その通信を余計なバンド幅を消費しているようなものなんで、そういったことがある場合も見つかる場合もあるということです。それとあとですね、待機通信のライブラリーがですね、例えば K なんかだと、その前回お話したような豆腐っていう通信の携帯をトポロジー使ってるんですけど、6次元メッシュトーラスですね、それに最適化されたライブラリーを使うか使わないかで数倍ですね、性能差が出てくる場合があります。例えばこれなんかその例なんですけど、演算に比べてですね、これ NPN のオールレディウスとかブロードキャスト、こんだけ通信時間食ってるわけですね。これは最適なライブラリを使わない場合なんですけど、
こんなことが起こるわけです。そういったことが起こってませんかというのがまた一つ観測されることがあります。であとですね、まとめてできる通信を、あとレイテンシーの問題になるわけですけど、まとめてできる通信をですね、まとめないで一回一回やってるっていうことになると、ちっちゃなそのデータを何回もやるとですね、レイテンシーネックになってくることがありますので、そういったことが起こってないかというようなことですね。もう一つ、あとは最後ここに書いてあるのはですね、本当はその待機通信のオールレディウスとかブロードキャストでやればいいのに、自分で似たような処理をですね、なんか隣接通信で自作しちゃってるとかですね、あんまり気がついてないんだけどそういうことをやっちゃってるとかですね、そういうことがあります。そういう場合も性能のいい待機通信ライブラリを使えばいいので、そんなことがないかと、要するにそういった問題がですね、今言ったようなチェックをすることによって見つかりますよということなんですね。で、こんなことがある場合があるということです。あとフルノードにおける待機通信ということですね。例えば FFT をフルノードでこうやる場合は、これはもう通信がですね、ものすごく多くなるので、天地だとかですね、あとバタフライ演算に対する通信だとかですね、起こる場合があるので、性能を著しく劣化させるということがあります。で、第一原理アプリケーションでの例であれなんですけど、 FFT を含む処理ブロックの例ですね、こういうのもちょっと見るとですね、これもだから16から128で、全然これもストロングスケーリングでやってるんですけど、全然スケールしてないわけですね。こういう場合もあると。だからフルノードでその通信、待機通信を行うようなことをやってると、こういうことが起こることがあるということです。それで、実際にはこれ対処方法はあるんですけど、フルノードじゃなくて FFT を例えば一部のノードに限るようなことをやるというようなこともできるので、そういったことをやるアイデアもあります。その辺も次回以降ですね、ちょっと詳しく説明いたします。あとですね、先ほど一番最初に説明した CG 法みたいなところで、あれで内積計算をしますということを、使いますということを申し上げたんですけど、それをやっぱりフルノードで内積計算やんなきゃいけないこともあります。で、それはですね、取ることができないわけですね。ただしそういう時には、その例えば K で言えば、その高速なハードウェアアシスト機能を使うような、その高性能なそのライブラリーがあるので、そういったものを使うとかですね、そういった対処を行うということです。この辺もだから問題をちゃんと見つければ、そういう問題が見つかるので、先ほど示したような方法でちゃんとチェックしていれば問題が見つかるので、対処を考えることもできるということです。あとはですね、隣接通信で大きな通信サイズ、通信回数が問題になるということもありますね。で、そういう場合はですね、例えばその CG 法なんかも、その前処理でですね、そういう隣接通信をやると非常にこんなことが起こっちゃうわけですね。ものすごい通信回数が増えると、でそれもアルゴリズムをちょっと考えることによって、そのローカライズ処理ということがあるんですけど、そういったことをやることによって通信をしなくしてしまうとかですね、そういったことができるようになります。あと中途半端な並列化ですね、完全に並列しないで、だから部分部分だけ並列化しているみたいなことをやると、その並列と並列の間で通信をこうしなきゃいけなくなっちゃってですね、それで非常にその性能の悪化を招く場合があるというようなこともあります。だからこういった問題が見つかる場合があるということですね。これもその4回目以降の講義で具体例を見せたいと思います。あとロードインバランス、これについてはですね、いろんな原因がありますけど、第一は例えば粒子の計算で時間発展をしていくと粒子のバランスが崩れちゃうような場合ですね、こういった場合が結構あるんですけど、それについては動的負荷分散とかですね、いろんな方法が手法が研究されています。この辺はですね、多分後ほどの私じゃない人の講義でいろいろ講義されると思いますが、そういうことが起こったりとかですね、その他システムの外乱が原因になる場合もあります。で、この辺はですね、やっぱ3回目以降でちゃんと講義しますが、この下の例はですね、処理ブロックごとにこうやってこうスケーラビリティをこう取っているわけです。そうすると、これは8万までいってる、5ノードから8万ノードまでやってる例なんですけど、
要するにこの一番長い青い線、これがですね、そのこれロードインバランスでこういうことが起こってるんですけど、ロードインバランスがこう出てるっていうのは、まあ、分かります。まあ、要するにこういうふうにブロックごとにですね、そのちゃんとロードインバランスをチェックすることによって、そのどのブロックが問題になっているのかっていうのが分かると、まあ、この赤いところなんか問題ないわけですね。この青いところとこのグリーンのところが問題だってことが分かると、まあ、とにかくこういったこともそのブロックごとにちゃんとチェックしていただくことによって、こう、結果が分かるようになるという、まあ、その事例でございます。ということで、ちょっとまとめも、ですね、もう70分経ちますので、まとめに入りますが、本日はちょっと反復法ということで、ちょっと次回以降にいろいろちょっと話をするので、その前提として反復法のご説明をさせていただきました。あとはアプリケーションの性能最適化ということで、性能最適化の流れとですね、公平劣化にするための分析手法というのを説明させていただきました。あと3番目の簡単な実例ということで、ナスパラレルベンチマークのマルチグリッドのアプリケーションを例に、公平劣化のための分析手法の実例を示させていただきました。あと、まあ、そういったことを、その性能最適化の、まあ、分析をすることによって、まあ、並列性能のボトルネックということで6点ばかし、そういうことが見つかることがありますということをお話しさせていただきました。で、またそうするとどんなふうに見えるのかなって、まあ、ちょっと実例があるものについては、まあ、グラフ等でちょっと説明させていただきました。以上です。ありがとうございました。